皆さんこんにちは、小牧田です。今回はここ東京駅から羽田空港に移動するのに、東京モノレールと京急どちらの方が便利なのか比較していきたいと思います。とりあえず移動していきましょう。それぞれのターミナル駅までは JR 線で移動します。小牧田 A は東海道線普通列車に乗って京急の出発する品川駅へ。品川だったらわざわざ山手線とかに乗らなくていいですからね、早く着きそう。そしてこちら、人前でカメラを回せる小牧田 B は山手線に向かってモノレールの出発する浜松町に向かおうと思ったんですけれども、この時間は京浜東北線の快速が運転されていまして、こちらが東京駅の次、浜松町という超都合のいい列車でございますんで、こちらに乗って素早くモノレールのターミナルに向かっていきたいと思います。さて、小牧田 A もこちら東海道線のホームから京急線の出発する品川駅に向かっていきます。どちらも京急モノレールそれぞれのターミナルに素早く移動することができそうですね。さて、両者東京駅を出発していきます。どちらの方が先に羽田空港に着くでしょうか、そしてどれくらい差は開くでしょうか、注目ですね。東海道線の方をまずは見ていきます。東京駅を出まして、まずは丸の内の大きなビル群、そして有楽町駅を通過。このあたり東海道線はカーブが多いのかポイントが多いのか、あまりスピードは出さない印象。そして新橋駅に到着です。まずは一つ目の停車駅。ちなみにどうでもいい話なんですけれども、今喋っているのは九州は大分県の佐伯駅のホーム上でございますということだけ一応お伝えしておこうかなと思います、たまにはね。さて、変わりまして京浜東北線、先ほど東海道線でも全く同じ景色を見ました。丸の内のビル群、そして有楽町駅の通過。京浜東北線の方がこの区間割とスピードを出して走っている印象があります。そして東海道線と違うのがこの新橋駅の通過です。京浜東北線横浜方面が山手線と同じホームで乗り換えられる最後の駅、これが田町駅なんですけれども、その田町駅の停車は絶対ということになったため、この新橋駅の停車はこちらは見送られることになったそうです。かわいそうなことですね。そして東京駅からたった一駅浜松町に到着です。快速が浜松町に停車するのはもちろん東京モノレールとの乗り換え駅だから、もうこれは計算された空港アクセスなんですね。浜松町駅ホームを降りまして、モノレールのフロアに向かっていきます。ちょうどその頃、東海道線は浜松町駅を通過しているところ、新橋を出てから品川までの間、東海道線は結構スピードを出して走っているような印象を受けます。モーターの音もうーんとうるさいですしね。さて、左側東京モノレールの線路が映っていますけれども、線路とは言えないか、モノレールよりもだいぶ速いスピードで今走っていると思いますので、ここでモノレールと京急の差を広げることができそうです。さて、田町駅も通過、品川駅にぐんぐん近づいていきます。東海道線がぐんぐん先に進んでしまっている間、こちら小牧田 B はモノレールを探しております。しかし迷う必要はありません。外国人の方でも簡単にアクセスできるようにだいぶ案内表示が分かりやすくなっております。下足元の表示、羽田空港方面というのをたどっていけば自動的にホームにたどり着けるようになっているんです。ベルトコンベアみたいですね。というわけで迷うことなくモノレールのホームに無事到着。こちらご座敷のモノレールとなっております。矢城兵衛みたいですね、というか山田うどんによく似ています。足元の案内表示も充実。ご覧の通り先発自発の並び列色分けされており、さらに英語で案内されております。外国人の人も安心ですね。さっき矢城兵衛だとか山田うどんだとかひどい言い方をしてしまいましたけれども、これあながちね無関係なことではなくて、この小座敷モノレールというのは矢城兵衛の物理的な原理を応用したものだと思われます。さて、早速車内に入っていきましょう。車両最前部の一番右側の座席に陣取りました。これだと前面展望も楽しめるし、右側の車窓も同時に楽しむことができます。最高の座席です。さて、ちょうどその頃東海道線はサンライズ号が止まっておりますけれども、高輪ゲートウェイ駅その周辺を通過しているところ。高輪ゲートウェイのビルってもうこんなにできてたんですね。駅前は何にもなくて、もう高輪草原に改名した方がいいんじゃないかって勝手に思ってましたけれども、そんな汚名は返上のようです。さて、東海道線品川駅に到着。急いで京急線に乗り換えていきましょう。やっと対決の本題に移ることができますよ。今回は東海道線 VS 京浜東北線とかじゃないですからね。小牧田 A が品川で乗り換えを始めた頃、こちらモノレールは浜松町駅を出発。こちら空港快速の羽田空港行きです。ちょうど真下に東海道新幹線と電子レンジが走っているのが見えます。この東京モノレールかなり高いところを走りますので、下に映っている車、それから電車は N ゲージ、それからトミカのように見えてしまいます。ジオラマの中に入り込んだかのような景色ですね。
なおこの東京モノレール浜松町駅から出発しましたが、もともとは新橋駅から伸びる予定でした。しかし用地買収がうまくいかなかったために現在の形になっているそうです。さてこの景色、先ほども東海道線から見ました。 JR の線路とモノレールが離合する景色、ガラス張りのビルに映っているこの東京モノレールの車体、かっこいいですね。さて JR の線路と離合した後は運河の上、ビルの合間を縫うようにして走っていきます。そして出発からものの数分でこんなに素晴らしい景色の脇を走るようになります。ここ確かモノレールの撮影地の一つにもなっていましたよね。岸には屋形船なんかもいくらか泊まっております。モノレールに乗った小牧田 B が素晴らしい景色を楽しんでいる中、こちら小牧田 A はまだまだ品川駅の喧騒の中、しかし足元の表示、飛行機の表示をたどっていけばこちらもベルトコンベアのように自動的に京急のホームにたどり着くことができます。ちょうどその頃モノレールは東京の一番臨海部、かなり景色のいいところを相変わらず走行中。なお奥から線路が合流してきました。ご覧の通り鉄橋なんかも伺えると思うんですが、これは新幹線の大井車両基地、そちらに行く回送線と、それから将来羽田空港アクセス線に活用される予定の元貨物線です。羽田空港アクセス線ができたらこの路線は廃止になってしまうのでしょうか。そしたらさすがに寂しすぎますよ。行かないでくれという感じです。さて空港快速、最初の駅天王洲アイルを通過。カタカナが入っている駅名というのは珍しいですよね。奥首都高とも並走していますが、だいたい車と同じぐらいのスピード、首都高の制限速度はだいたい時速60キロでございますので、このモノレールもそのぐらいのスピードで走行しているみたい。皆さんこのモノレールの坂を見てくださいよ。ちょっと急すぎますよね。普通の鉄道じゃ絶対やれないです。ブレーキが効かなくなって誰かが身を挺して列車を止めなくてはいけなくならないという状況に陥ってしまうでしょう。この荒々しい構造もモノレールだからできたことというわけなんですね。さて再び首都高と並走しております。一応こちらの最高速度は時速80キロということになっておりまして、日本のモノレールの中では最速。2つ目の駅大井競馬場も通過しておりますが、ご覧の通りかなりスピード出ていますよね。モノレールが快調に飛ばしているちょうどその頃、やっと小牧田 A は品川駅から京急線アクセス特急に乗車。京成線からやってきた車両ですので、車内は結構混雑しています。席に座ることはもうできません。その点浜松町始発であるモノレールは確実に座ることができるので有利ですよね。わあ、ちょうどいいところで被られてしまったよ。向こうはしかしね、4両編成でしたね。助かりました。鉄道ファンでは結構有名だと思います。新八山橋を通過、そして品川駅の南にあるのに北品川という超謎な駅名、北品川駅を通過です。この辺の車窓は前京急と JR 東海道線を対決させた動画でも紹介しましたけどね。さてこの北品川から新馬場、そしてその先の青物横丁、この辺りはこのアクセス特急あまりスピードは出しません。こちら青物横丁駅、なんだか美味しそうな名前をしている駅ですが、通過しているシーンなんですけれども結構ゆっくりですよね。それはなぜなのかもうすぐ分かることになります。この青物横丁駅を通過してから一気にカーブを曲がるんですね。これ横向きに映していても分かるほどのカーブの急さ。画面右側に青物横丁駅映っているんですが、映っている状態で鮫洲駅を通過することになります。この2駅間の駅間距離はだいたい300m、短すぎますよね。ちょっとしかしこの急カーブを終えればこのアクセス特急一気に加速します。京急の本領発揮、京急といえば早いで売りですからね。全ての鉄道ファン、その家系図の一番上遡っていたところに君臨しているタモリさんですらこの京急が大好きだそうです。鉄道界では生まれたての私も京急が大好きでございます。さてちょうど同じ頃モノレールは大井競馬場の真横を通過しているところ、個人的には意外と大きい施設ランキング第1位空港、第2位競馬場というところですね。かなり大きい敷地でございました。そして急に景色が一般人お断りという雰囲気になってきましたけれども、流通センター駅を通過です。東京靴流通センターとは全くもって別物ですよ。この流通センター周辺は東京の一大物流拠点でございます。さてこちらモノレールがカーブした線路を通過していますが、速いスピードでカーブを通過できるように線路があらかじめ傾けて設置してあります。傾く角度は確実に普通の鉄道より大きいですね。本当に飛行機の旋回みたいです。そしてこちら鉄道ファン的にはモノレールの一番の見どころ、昭和島駅なんですけれども、左側普通列車を追い抜かしています。日本のモノレールで唯一緩急の追い抜かしを行う駅なんですね。いかにこの東京モノレールがスピードに命を懸けているかということがよくわかります。
隣首都高を走っている車よりもだいぶ速くなってきました。本領発揮でございますね。こんだけスピードにこだわっているのはもちろんライバルの京急がいるからです。東京モノレール、ここで一度トンネルに入りまして、運河をまたいで羽田空港の存在している島にやっと渡ってきました。こちらの方がだいぶ早く羽田空港に着きそうな予感がいたします。島の中に入って最初の通過駅が整備場駅、整備場という名前からも分かる通り空港関連の施設が集中しております。奥に ANA と書いた建物、そして大和運輸のクロノスゲート、物流の拠点にもなっているようなあたりです。遅れをとっております京急はちょうどその頃全速力で平和島駅を通過しています。ギャンブルの聖地でございますね。僕もギャンブル大好きです。 YouTube なんてまさにギャンブルですからね。さて、京急線の営業最高速度は時速120キロでございますが、その性能をフルに発揮して全速力で走っているという印象を受けます。やっぱりスピードといえば京急ですよね。さて、梅屋敷駅を通過したら線路は上下2層に分かれていきます。私の乗っている下り線は上層階に行くみたい。ご覧の通り東京モノレール顔負けの景色の良さでございます。随分遠くの方のビルまで見渡せますね。そして京急蒲田駅、このアクセス快特は京急蒲田駅を通過する唯一の種別でございます。この蒲田駅通過シーンがなかなか面白くて、ご覧の通りちょうどね普通にホームを通過している感じなんですけれども、ここでまだまだ先にホームが続いているのにもかかわらず離脱してしまいます。途中離脱です。京急蒲田駅ホームの途中でね線路視線が分かれている形になっているんですね。視線がホームの途中で分岐を始めてしまうというのは全国でもここだけなのではないでしょうか。なおこの空港線の分岐、昔は単線だったというから驚きです。今は一応複線の分岐ではあるんですが、横浜方面に向かうエアポート急行と、それから品川方面に向かう快速特急など方面の違う列車が入り乱れているので、実質的に単線のような扱いになっております。さて、空港線一つ目の駅工事屋を通過。京急線が空港アクセスに乗り出したのは1998年のこと、意外と最近なんですね。なので空港線周りの整備は少し遅れてしまっております。さて、東京モノレールは再び地下の区間に入るところ、羽田空港の敷地の中を通っておりますので用地にも制約があるんでしょうね。この通りトンネルの中でも線路を派手に傾けながら通過していきます。東京ディズニーランドのアトラクションみたいですね。皆さん乗ったことありますか？そしてこちら天空橋駅を通過です。マリオの七面を彷彿とさせるような名前ですね。天空橋駅を通過したらば、再びとんでもない急坂を登って羽田空港第3ターミナルに向かっていきます。右側やってきた列車は急塗装ですね。そしてこの羽田空港第3ターミナルにはモノレールの方が先の到着、ターミナルビルに突っ込んでいくような感じで駅に入線していきます。これはかなりホームと出発ロビーのアクセスが便利そうですね。さて、第3ターミナルを出ますと、この通り海の方向に向かってドーッと走っていきます。再び線路が傾いていますね。飛行機の旋回です。これ乗ってると本当にね体重移動を感じるんですよ。これも先ほどお話しした通り矢代兵衛の物理的原理を使っているからできる技なんでしょうね。さて、再びとんでもない急坂を下っています。よくこれでブレーキ効かせることできますよね。モノレールは羽田空港第1ターミナルに向かっていきます。ちょうどその頃京急線も地下の区間に入っていきます。いよいよ空港が近づいてきたんでしょうか。まだそうではありません。こちら大鳥居駅を通過。鳥居という名前がついていることからも分かるように、割とこの京急空港線のあたりは神社が多く位置しておりまして、こちら今通過しているのも穴守稲荷駅なんですが、名前の通り穴守稲荷神社の最寄り駅。京急空港線はつい30年ほど前まではこの穴守稲荷、そのアクセス鉄道として運転されていたのです。この羽田一帯は東海道にも多摩川にも、そして江戸にも近いということから神社が多く位置していたんですね。川崎大師とかもそうです。さて、モノレールに遅れること約3分、こちらも天空橋駅を通過しました。羽田空港の敷地内に入ってきております。もう羽田空港っていうのはとんでもなく大きな空港ですから、駅間の距離も長く、駅と駅の間でスピードを出して走ることになります。そしてモノレールに遅れること約4分でしょうか、羽田空港第3ターミナルに京急のアクセス快特も到着。ほんと京急が空港アクセスに参画し始めたのはここ25年の話ですから、東京オリンピックの頃から空港輸送に徹している東京モノレールは大先輩なんですね。そんな先輩東京モノレールは、少なくとも東京の東側から羽田空港へのアクセスで負けるわけにはいきません。こちら新整備場駅を通過。この辺でも線路を傾けるなどスピードアップの努力を惜しみません。
そしてこちらモノレールの方が早く羽田空港第一ターミナル駅に到着しました。 JAL などの系列の航空会社が使うターミナルですね。そして第一ターミナルを出ると一気に右側に大きくカーブして羽田空港第二ターミナル駅に向かいます。京急は第一ターミナルと第二ターミナルで駅を分けていないのですが、モノレールは分かれているんですよね。これも小回りの利くモノレールの性質を生かしたものですね。さてこちら羽田空港第二ターミナル駅です。左側に一応留置線が設けられているんですね。初めて知りましたよ。ここは ANA の系列の航空会社が使用するターミナル。東京駅から27分、モノレールが先の到着になりました。京急もそれを全速力で追いかけます。第3ターミナルでは約4分の差が開いていましたが、こちらは第1ターミナルと第2ターミナルで駅が分かれていないので、第2ターミナルに関して言えばモノレールに約2分遅れて到着ということになりました。東京駅から29分で到着。第3ターミナルと第1ターミナルに関してはモノレールから約4分遅れる形となりました。それぞれの空港駅も軽く比較していきましょう。こちらモノレールの羽田空港駅ですが、飛行機の発車表も用意されており、この通り案内も分かりやすいです。ホームからエスカレーターを上り、そしてこの自動改札機を通ればもうすぐ目の前が空港の地下フロアとなっております。相当ホームと駅が近いですよ。やっぱりターミナルごとに駅を分けているだけありますね。こちら京急はターミナルごとに駅を分けていませんから、モノレールよりも案内が充実しているように見受けられます。しかし駅がターミナルごとに分けられていない分、駅のホームから空港のターミナルまでは少し遠くなっております。自動改札機を通過して、こちら目の前に広がっているのはとてつもなく長いエスカレーター。これを登ってもなおまだ少し通路があって、そこを通ってやっと空港の地下フロアに到着です。ちょっと遠かったですね。なお料金はモノレール経由が659円、京急線経由が505円と、京急線経由の方がだいぶ安いです。車内も比較していきましょう。東京モノレールはこの通り全面展望を楽しめるユニークな席や荷物スペースなども充実しております。京急も一応荷物スペースは設置してあるんですけれども、こちらはあくまで通勤電車でございますので少し狭苦しくも感じます。ということで今回は速さとそれから景色の良さ、楽しさで勝った東京モノレールの勝ちということにしたいと思います。それでは今回の動画は以上になります。ちなみに佐伯駅から移動してきて後半の部分については、大分駅の上アミュプラザの屋上で録音しておりました。どうもありがとうございました。